東日本国際大学は、福島県いわき市平鎌田麻樹金沢37に本部を置く日本の私立大学である。1995年に設置された。大学の略称は東日大、国際大、いわき短期大学小教科を改組し転換して、開学した。受学系の大学であり、講師の教えを見学の精神としている。学長は吉村作次。 大学には、東洋思想研究所、地域振興戦略研究所、エジプト考古学研究所、比較文化研究所、福島復興造成研究所、グローカル人材育成研究所、健康社会戦略研究所、森田実地球文明研究所の、計8つの研究所が設置されている。大学が所在する岩木市は、東日本大震災とそれに伴う福島第一原子力発電所事故で、 大きな被害を受けた浜通りにあり、福島復興創生研究所はそうした問題への対応を研究する。2015年に文部科学省の地の拠点大学による地方創生推進事業に福島大学が福島の未来を担う地域循環型人材育成の展開で採択を受け、東日本国際大学も事業共同機関として参画している。なお、 この事業では学生の地元就職率の10%アップなどを目標に掲げ、福島県内の高等教育機関と県をはじめとする福島県内の自治体、企業等18機関が共同している。近年はアジア圏だけでなくヨーロッパ圏でも研修を行っていて、2016年2月からはイギリスのカンタベリークライストチャーチ大学で海外研修を実施している。 2016年7月、文部科学省が公募した大学教育再生加速プログラムのテーマ後、卒業時における質保障の取り組みの強化で大学の取り組みが採択された。なお、全国116件の応募に対し、採択は19件であった。2021年3月には文部科学省公募の競争的補助金、 デジタルを活用した大学・高専教育高度化プランにおいて、東日本国際大学の取り組み、学習成果物の機械学習を利用した横断的分析による概念把握アセスメントの高度化が採択された。この競争的補助金はデジタル技術を積極的に取り入れ、ポストコロナ時代の高等教育における教育手法を具体化し、 その成果の普及を図ることを目的とするもので、全国の大学、短大、国立高専から252件の申請があり、54件が採択されている。なお、東北地方の大学等では唯一の採択となっている。学生の就職支援にも力を入れていて、エクステンションセンターでは資格取得や公務員試験対策の講座を開講。キャリアセンターでは一年次から、 就職活動に関する様々なサポートを行っている。公式野球部は1996年より南東北大学野球連盟に加盟し、実力校でもある。全日本大学野球選手権大会に多数出場し、2007年にはベスト4、2008年にはベスト8という成績を残している。球道部は2013年に第61回。 全日本学生休道選手権大会で女子団体優勝、男子団体3位。第61回全日本学生休道王座決定戦で準優勝。第37回全日本学生休道女子王座決定戦では優勝している。また、柔道部、卓球部、バドミントン部も東北地区大会では何度も優勝、入賞という成績を収めており、 全国大会への常連校となっている。サッカー部は2014年4月より、元サンフレッチェ広島 GM の高田豊治を、サッカー部総監督に迎え、2017年10月には、東北地区大学サッカーリーグ一部への昇格を決めた。教科指定部サークル国内、大学高等専門学校2021年3月から4月に、かけ、同大公式野球部で、 大学の契約医療機関が複数の部員に味覚障害などの症状が出ているにもかかわらず PCR 検査を実施せず複数の部員の不安や福島県庁からの旅行自粛要請も考慮せずに感染拡大地域で独自の緊急事態宣言が出されていた宮城県へ遠征合宿を行い新型コロナウイルス感染者を42人発生させ福島県の過去最高感染者数記録を 更新させた。当初、大学当局は、感染防止対策はきちんと図られていたと回答したが、その後、学生に不安を与えたとして謝罪した。福島復興創生研究所研究所の紹介。いわき市との連携プロジェクトを発表。学校法人賞平行ブログ www.。www.shk-ac.jp。二千十八年五月十四日閲覧。 本学が、広野町と、地域連携協力に関する協定を締結。学校法人省平行ブログ。www.shk-ac.jp。2018年5月24日閲覧。放送大学平成28年度単位互換案内。対象大学との連携に関する協定を締結。学校法人省平行ブログ。 www.shk-ac.jp2018 年5月24日閲覧長崎大学と連携協定を締結学校法人賞並行ブログ www.shk-ac.jp2018 年5月24日閲覧福島高専と連携協定を締結学校法人賞並行ブログ www.shk-ac.jp2018 年5月24日閲覧大学野球部でクラスター感染者は計42人にいわき市にに中し、NHK2021 年4活用かつけ野球部員本当に行くのか発熱訴える部員いたのに宣言下の宮城へ遠征読売新聞2021年4 付新型コロナ、県民の皆様への注意喚起、福島県、2021年3月12日付、宮城村一時独自の緊急事態宣言を、発出感染者急増で、NHK、2021年3月18日付、速報、新たに30人の感染確認東日本、国際大クラスターが拡大、福島テレビ、 2021年4月8日付け、福島県、最多53人感染確認新型コロナ、病床使用率は58.2%に、福島民有、2021年4月10日付け、野球部員民42人感染の、東日本国際大学対策の不備認め謝罪、NHK、2021年4月10日付け、東日大野球部クラスター、 発熱訴えゴム遠征継続大学が記者会見福島民誘2021年4月11日付ありがとうございます。